たまらです。本日はね、ご報告だけなんですけれども、水煮サバ缶の魚臭さを消す実験をずっとやっているんですけれども、今回は一つ発見しました。これです。市販のスパイスの一種で、ギャバンのブーケガルミ。これなんですけども、まあ、このスパイスでね、何度か実験してきてるんですけれども、これ、すごいんですよね。まあ、例のごとくね、水煮サバ缶にかけてみたんですけれども、汁と、魚、魚肉ですね、それに適当にかけてみたんですよ。これがですね、なかなか素晴らしいんですよね。でまずはですね、香り、ブーケガルニが勝るんですよ。魚の匂いよりもブーケガルニの匂いの方が、香りの方がね、勝るっていうところですね。でそれから、混ぜてから汁を飲んでみると、なんとね、見事に臭みが消えてるんですよ。であとブーケガルニっていうのはね、もともと西洋のね、まあ、魚のね、肉とか魚の臭みを取るスパイスなんですけど、まあ、食べた感じではね、酒のつまみに使えるって感じで大人の味でしたね。でまあこれね、魚臭さが苦手な私が言うんですから、まあ間違いないという、そんな感じです。ただですね、ブーケガルニっていうのは、まあ、特にこれっていう定義がなくて、まあ、実際にサバ缶に、水煮サバ缶にですね、効果があるスパイスは何かっていうところはちょっとまだね、検証できてないんですけど、今回はね、まずご報告という、まあ、そういう感じですね。なので、まあ、今回はね、正式な動画っていう感じじゃなくって、まあ、そうですね、まあ、詳しい動画はまた作るという、まあ、そういう感じですね。ということで、まあ、しばしお待ちくださいという感じですね。ちょっと嬉しいですね。はい、以上です。